それは訪れた出来事、始まりはいつの手紙、送り主は遥か昔を生きる君、そんな不可思議な出会い、僕の死体には今こんなものがあって、こんな暮らしをしているよ、文字に込めて伝え合ううちに、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うこともできない、僕らそれぞれの世界から綴ることを、募る想い、
過ぎてく時と変わる季節、あれから途絶えた手紙、もう届かない言葉だけが胸を締め付ける。
ずれた出来事、始まりはいつも手紙送り主は遥か昔を生きる君、そんな不可思議な出会い、僕の時代には今こんなものがあって、こんな暮らしをしているよ、文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス、決して出会うこともできない、僕らそれぞれの世界から綴る言葉、募る想い、姿さえも知らないまま、どんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ、生きる時代は使う
にそれは訪れた出来事、始まりはいつの手紙、送り主は遥か昔を生きる君、そんな不可思議な出会い、僕の死体には今こんなものがあって、こんな暮らしをしているよ、文字に込めて伝え合ううちに、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うこともできない、僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い、姿さえも知らないまま、どんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ、生きる時代は使うけどな、とても時間を超えて君と君と伝え合う想い、僕らそれぞれの世界から綴る
とずれた出来事、始まりはいつの手紙、送り主は遥か昔を生きる君、そんな不可思議夢で愛、僕の死体には今こんなものがあって、こんな暮らしをしているよ、文字に込めて伝え合ううちに、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うこともできない、僕らそれぞれの世界から綴る言葉、募る想い、姿さえも知らないまま、どんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ、生きる時代は使う、
から届いた手紙、もう届かない言葉だけが胸を締め付ける。So
胸に抱いたまま、そんな僕に届いた
過ぎてく時と変わる季節、あれから途絶えた手紙、もう届かない言葉だけが胸を締め付ける。それぞれの世界。
訪れた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔は